それでございます。ま、この踊りを踊り始めた頃はまだちょっと記憶もしっかりしてたんですが、コロナとともにますます重症になりまして、この前ぬという字を思い出せなくて、ぬぬぬぬぬぬ、それとね、その次は気境、気境という字、気を書いて、いやもう一回気書くんやったかな、いやどうやった、気境という字のひらがなが書かれへんもうええわと思ってスマホで調べたら、あの漢字が出てきました。そんなの繰り返しです。皆さん、コロナの長い長いお時間どのように過ごされてましたでしょうか。私は身の着て傘着て桑持って、うちの庭をあの畑にしました。いろいろとトマトを作ったりキュウリを作ったりとして遊びました。いっぱい取れました。で、今までできなかった、ずっと5年も6年もできなかったレモンがたくさん実りました。去年は20個ぐらいだったんですが、今年は40個、私のグーぐらいです。本当に大きな大きなレモンが育ちました。ここにも大きな大きなレモンのように育った方が何人かいらっしゃいます。お腹は昔はノートぐらいしかつまめませんでした。ちょっと油断すると百科事典ぐらい、いえいえ、今は広辞苑のようにお腹の脂肪と付き合っておりますけど、吉兆さんも綺麗やけど私らも綺麗やと思えへん、負けへんでね、デイジーの皆さんもとっても可愛いけど、あんたらも時期こんなになんねん、行こうか、もうぐじゃぐじゃ言わんとな、踊りましょうか。あれこれそれ構え、音楽スタート。
では旗演舞の